フェデリカ・モゲリーニは、イタリアの政治家。前欧州委員会副委員長兼、欧州連合外務、安全保障政策上級代表。2014年2月22日から10月31日まで、中道左派のマッテオ連チ内閣の外務、国際協力省を務めた、イタリア民主党、欧州社会党所属。映画監督で、美術デザイナーのフラビオ・モゲリーニのもとに、 ローマで生まれる。ローマラサピエンツァ大学で政治学を学び、政治哲学の学位を取得。エラスムス計画でフランスのエクス・アンプロバンス政治学院に留学中にイスラームにおける政教関係と題した卒業論文を書き上げた。ナトー国会議員会議にて1988年以来、イタリア共産主義青年同盟の会員であったモゲリーにはイタリア共産党が 社会民主主義政党に衣替えした後の1996年に青年左翼に合流した。2001年に左翼民主主義者全国評議会の委員となり、後に全国執行委員会や政治委員会で職務に当たった。2003年に左翼民主主義者の外務局に移り、国際運動や他党関係部門の責任者となった。後には部局の取りまとめ役となり、 ピエロ発シの初期長の下で外交や国際関係の責任者を務めた。在職中はアフガニスタンやイラク、中東和平プロセスに関する政府の政策の監視に当たった。欧州社会党や社会主義インターナショナル、それにアメリカ合衆国の民主党をはじめとするサハ諸政党との関係を保つ役割も受け持った。2007年11月4日に 民主党が決闘されると、決闘者で初代初期長のワルテル・ベルトローニのもとで勤務した。2008年、モゲリーニはベネト州選挙区から第議院議員に当選した。第16議会で国防委員会の理事を務め、欧州評議会や西欧同盟のイタリア国会議員派遣団にも加わった。2009年2月24日には新たに初期長となったダリオ・フランチェスキーニから、 機械均等部門の責任任者に任命されたこの時から、モゲリーにはフランチェスキーニ派の一人として有名になった。モゲリーには、米財団の副理事長も務めた。2013年2月には、エミリア・ロマーニャ州選挙区から国会議員に再選された。第17議会では、国防委員会や外務委員会に所属し、北大西洋条約機構国会議員会議の イタリア代表団の一員となり、その団長も務めた。2014年のモゲリーニ2013年12月9日には、新たに初期長となったマッテオレンチから欧州、関係部門の責任者に任命された。米国のジャーマンマーシャルファンドの研究員も務めた。レンチ内閣の下で、モゲリーニは、外相に就任した。イタリアでは、スザンナ・アグネッリと、 エンマ・ボニーノに次ぐ3人目の女性の外相であった。外相就任後の初めての公務は、エンリカ・レクシー号事件で、インドに交流されている2人のイタリア人水夫の妻たちに国防大臣と共に面会することであった。モゲリーニはまた、イスラム教からキリスト教に改修し、その撤回を拒んだために、スーダンで死刑判決を受けたマリアム・イブラヒムの解放に努める、よう、 外務省に指示した。イタリアとスーダンの良好な関係もあって、イブラヒムは最終的にイタリアの政府専用機でイタリアに渡航することが許可された。米国のジョン・ケリー国務長官と2014年の欧州議会選挙で社会民主進歩同盟所属のイタリア人議員が大幅に増加したことを受けて、欧州理事会は同年7月にジャンクロード・ユンケルを委員長とする。 新たな欧州委員会の外交安全保障政策上級代表にモゲリーニを起用する考えを示した。フィナンシャルタイムズをはじめとする欧州各紙は7月13日、この人選にラトビアやエストニア、リトアニア、ポーランドなどの東欧諸国が反対していることを報じた。これらの国々はウクライナ危機後のロシアにモゲリーニがあまりに弱腰であると考えていた。しかし、 8月2日にマッテオ・レンチ首相はユンケルに宛てた書簡で正式にモゲリーニを推薦した。8月30日に欧州社会党に所属する各国首相は欧州理事会に先立って会合を持った。そこでモゲリーニは欧州社会党からの承認を受けた。この同じ日に欧州連合のヘルマン・ファンロンパウ大統領はモゲリーニを新たな上級代表に指名する。 欧州理事会の決定を公表した。初めての記者会見で、モゲリーには、ロシアとウクライナ間の危機解決のため、両国間の対話の機会を作ることに尽力すると表明した。2015年には、イランのモハンマド・ジャバード・ザリーフ外相と、イランの核開発問題に関する、包括的共同産業計画の交渉にあたり、その実績を評価された。2016年には、 辞任したアラン・ルロイの公認の欧州対外行動局事務総長にヘルガ・シュミットを任命した。2015年以降はエルジュビエタ・タビエンコフスカを座長とする欧州委員会の防衛研究ハイレベルグループのメンバーとなっていた。また、対外関係に関わる欧州委員の月例会合を主催していた。スイスのローザンヌで行われたイラン核問題に関する包括協定の交渉。 モゲリーにのほか米、A、ロ、ドク、フッツ、中、イランの外相が参加した。2015年1月、モゲリーには、対ロ最接近の可能性を探るディスカッションペーパーを EU 加盟国の外相に送付した。それには、ウクライナ危機後に、ロシアに課した経済制裁の緩和や、ビザやエネルギー政策など幅広い分野に関する対話の再開などが盛り込まれていた。 しかし、ウクライナ東部における戦闘が激化したため、イギリスやポーランドなどの加盟国はこの案に厳しい反応を示した。モゲリーニはかねてから2014年4月に米国を仲介役とするプロセスが頓挫したイスラエルとパレスチナの和平交渉を EU 主導で再開させることに意欲を示してきた。モゲリーニは上級代表に就任後間もなく同地を訪れている。 和平プロセスの再開にあたっては国際連合と米国、ロシア、EU からなる中東カルテットを立て直すことと主要なアラブ諸国を関与させることに傾注した。エジプトとヨルダン、サウジアラビア、アラブ連盟との初めてのカルテットプラス会合は2014年9月30日にニューヨークで開かれた国連総会の合間に開催された。 EU の上級代表として、モゲリーニは、イランの核問題に関する最終交渉を取りまとめ、2015年7月14日の協定にこぎつけた。米国のジョン・ケリー国務長官は、交渉の最終段階で国家間の作業を巧みに取りまとめたとして、モゲリーニを称賛した。しかし、交渉の中で、イランに大きな支援を与えたとの批判もある。 サウジアラビア主導のイエメンへの介入には、軍事行動は解決策にはならないと確信していると述べ、反対している。モゲリーには2014年、ロイターに、いつか米国で働きたいと述べ、米国への同型をあらわにしている。大西洋横断貿易投資パートナーシップ協定の交渉では、透明性のある規則に基づいたエネルギー市場の基準を設けるとして、エネルギー部門を重視している。 モゲリーには欧州委員に指名された時からイスラームは欧州の歴史や未来の一部であると抗言し物議を醸してきた。2015年6月24日のブリュッセルにおける演説では私たちの西洋社会にイスラームは位置を占めています。イスラームは欧州のものです。欧州の歴史に私たちの文化に 食べ物に欧州の今と未来に最も重要なものにイスラームは位置を占めています。好むと好まないとにかかわらず、これは事実なのですと述べている。ありがとうございます。